フォロワーが集まらない理由ベスト5ということでですね、よろしくお願いします。ハイファイ、どうもウォルターです。今日はですね、圧倒的にいろんな方に、本当に企業さんもですね、個人の方もですね、質問いただくんですけども、フォロワーが集まりませんということでですね、本当に多くの方からですね、ほら Facebook であろうが、もう Instagram であろうがですね、もういろんな SNS のメディアでですね、本当になかなか運用してるんですけども、とかアカウントを持ってやってるんですけども、結果が出ない、集客売上につながりませんとか、いくらいい商品サービスを持っていても発信しているんですけども、そもそも見てくれる人が全然いませんと、フォロワーさんが全然いなくて困ってるんですということが本当に多いので、今日はですね、そのフォロワーが集まらない、ベスト5の、ね、理由をですね、今日はもう具体的にお伝えをしていきます。それの改善方法もですね、今日は行きたいと思いますので、まあ、ぜひですね、最後まで見ていただいて、これから本当これを、ね、やるだけでもですね、フォロワーが一気に、ね、伸びていきますので、でそちらを、ね、押さえていただいて、そして今のうちにぜひチャンネル登録を、ね、していただければと思います。ナモアカチャンネル、今日も行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということですね、今日5つ、具体的に5つですね、ここはできてないよということで、ちょっとね、お伝えをしていきたいと思うんですけども、まず5つの項目、こんな感じです。まずですね、1つ目、プロフィールが設定にちゃんとされていないというところだったりとか、2つ目、継続的にね、発信ができていない、投稿ができていないという部分だったりとか、まあ、3つ目、インパクトのある投稿ができていないというところですね、3つ目。そして4つ目がですね、数字をちゃんと記録していないというと4つ目。そして5つ目ですね、相性のいいインフルエンサーさんを探せていないという、この大きく5つですね、このテーマでお話をしていきたいと思います。はいですね、じゃあ具体的に触れていくんですが、まず1つ目ですね、プロフィールがしっかりと設定されていないということなんですけども、大きくですね、プロフィールの方が2つあります。これはインスタグラムであろうが、Facebook であろうが、他の、ね、SNS メディアであろうが、もう何もかも SNS として、プロフィールを制するものが SNS を制するです。もうこれは本当にそうなんですよ。なので、必ず押さえていただければと思うんですけども、理由としてはですね、74%、特にインスタグラムはこれデータ出てますけども、インスタグラムに関しては 74% の方がプロフィールを見ても離脱してしまうと。しかも5秒以内です。5秒以内。なので、このプロフィールをしっかり押さえていくことが、今後の自分の、まあ、ブランディングですよね。ブランドを築くにもですね、集客、売上につなげていくにもめちゃくちゃ重要ですので、ぜひ押さえてください。で、その中はね、2つ大きくですね、あるんですけども、やっぱ写真ですね。要は自分の、プロフィールのアイコン写真と、プロフィールの文言、この大きく2つに分かれます。で、まず1つ目、じゃあ写真の部分に触れていきますけども、やっぱり第一印象がいいものなのかっていうのをですね、まあ、選んでください。特にね、こうやって、サービス型の商品をね、提案している方に関しては、特にこう自分がブランドになっていくね、商品、サービスのものであれば、やっぱり自分のものを、出していく方が、やっぱり信頼度はアップします。はい。そうじゃなくても、その自分のブランド、ちゃんとしているブランドだよ、会社だよとか、それでね、事業やってるんだよとか、そこを分かるようにしていただければと思うんですけども、やっぱり爽やかとか優しそうとか、可愛い、かっこいい、もちろんやっぱ大事ですし、何よりもですね、やっぱ相手の行動パターン、これをぜひね、まずは本質的に押さえていただければと思うんですけども、例えばこちらから、基本的に SNS はもう、偏方性の法則ということで、何か、ね、皆さんもこちら見ていただいた方、お土産をね、例えば A さんからいただきました。そしたらね、A さんありがとう、本当になんかね、どうか次は自分が旅行に行った時に、A さんこの前お土産買ってくれたから何か返さなきゃなとかって、こう自然に思うじゃないですか。これ偏方性の法則っていうのを言うんですけども、何か人はですね、何かしてもらうと何かを返したいなというふうにですね、もう自然に思うようにやっぱできてます。これがね、実際のこう心理フローなんですけども、まあ、これをしっかり活用して理解しておくことがめちゃくちゃ重要なんですが、例えばこちらから、まあ、いいねとかフォローとかコメントとか、何かでコミュニケーション、SNS の本質はコミュニケーションですよね。コミュニケーションを、きっかけをですね、起こしていくと、相手の方が、あ、ウォルターって誰なの？例えば僕はあなたのですね、何か投稿に対してコメントをしました。そうすると、ウォルターって誰やねんというコメントをくれたぞということですね。僕を多分見に来ますよね。この時初めてコメントからプロフィールをポチッとですね、インスタグラムポチッと押すとですね、僕のプロフィールに飛んできますと。プロフィールに飛んできて、ああ、プロフィールの写真みたいなこういうやつなんだと、ね、いうところから、プロフィールの文言を見て、なるほどなるほど、こういうことしてる人ね、投稿のね、実際見ていて、ああ、こういうことなんだ、あ、ストーリーズ見てこういう価値観の人なんだ、こういうことかつね、ライフスタイルの人なんだ、なんか面白いじゃんみたいな感じで、バックとかね、いいねとか投稿に対してのねコメントをしてくれるとか、コミュニケーションどんどん生まれたりとか、 DM をねしてくれるっていう風にやっぱ流れてきますので、この行動パターンっていうのをしっかり押さえた上でですね、このプロフィールをね設定していただければと思うんですけども、
大事なポイント、写真に関してはですね、客観的に自分がいいと思ったものではなくって、やっぱり最低限2人とか、客観的に誰かに見てもらって、あなたらしさが出てるよとか、それこそですね、印象がやっぱりいい写真をですね、選んでいただければなというふうに思います。でプロフィール欄なんですけども、ここはやっぱりめちゃくちゃ重要です。特に名前の部分ですね、インスタグラムの名前の部分に関しては、これ検索のねエンジンに引っかかってきますので、要は検索キーワードとしてねカウントされますので、必ず検索をねされるようなキーワードを盛り込んでおくとか、自分のねジャンルのキーワードを入れておくってことが最低限必要なんですけども、あと文言もねやっぱり大事なんですよ。これよくあるのがですね、バーッととりあえず長く書いてるような文章ですとか、そういったのでなかなか読みづらかったりとか、そもそもよくパッと見た時にやっぱその 74% の方が5秒以内でね離脱しますので、5秒以内でしっかり読みやすいようにしていくというのがものすごく大事です。特にインスタグラムに関して150文字、ね、以内なので、改行君を使って改行しておいたりとかってことが、ね、やっぱすごく大事ですけども、これは本当に科学的な根拠があります。このしっかりとプロフィールをね設定しておくだけで、どれくらいですね、そのフォロワーが増える、この確率というかスピードがね上がるか、でも30倍って言われても30倍、プロフィールをしっかりと設定しておくだけで30倍ね、今よりも確実に増えていく、ね、根拠の部分になりますので、これは本当に15ヶ月にわたっているのがアメリカの研究結果なんですよ。でポイントなのはですね、最低この2つを押さえてください。社会的証明と相手にどう貢献するのか、つまりは相手にとってのどういうメリットがあるのかという、ここの部分ですね。社会的に証明に関しては自分が事業やってますとか、こういったものですとか、こういった会社の例えば代表やってますとか、こういったね事業のこういったことをやってますとかっていう社会的な証明、もちろん実績がある方は実績をね載せておくとさらに欲しいです。その最低限は変な人じゃないよというところですね、の部分と、どう貢献するのか。もう人はですね、本当にメリットがない限りではあなたのことをフォローしません、情報を取りませんので、この相手にとって例えば SNS のマーケティングとかインスタグラムの具体的な、じゃあ、ノウハウだったり売り上げだったりとかね、作る方法っていうのを教えていきますよとか、インスタグラムだけでちゃんと収益を、ね、上げれる方法、メソッドをね、お伝えしてるんですよみたいな感じで、相手にとってのメリットをしっかりと伝えるというところが、ここのね、文言に関してめちゃくちゃ重要ですので、ここぜひね、押さえておいてください。で、じゃあ、風に2つ目ですけども、投稿がコンスタント、継続的にできていないっていうところがね、ベスト2のまず2つ目なんですけども、本当にここがめちゃくちゃ重要です。やっぱ価値ある投稿っていうものを、ね、していかないと、要は相手にメリットがない限りはですね、フォローするメリットがありませんので、そこをしっかり押さえておくと。で、例えばじゃあ、ね、価値のあるものって何なのかということなんですけども、悩みをね解消するものとかね、不満とか不安とか、そういったね、そういったものをまずね解消していくような投稿であったりとか、気づきがあるもの、いや学びがあるものですよねとか、なんかこう頑張れる気持ちになったりするものですよね、こう勇気づけられるみたいな形で、そういったもののテーマだったりとか、あとこれやっぱハッピーになるね、幸福感がね得られるような、ハッピーとかね、そういった、努力の部分だったりとか、あとためになるような学びになるという、この大きく3つっていうのをしっかりね押さえておくっていうのがめちゃくちゃ重要です。はい。でこの大前提として、プロフィール整えて、やっぱまず発信しないことには本当にね多くの方に価値を届けていけませんので、ここが本当スタートラインだと思ってください。案外あるのがプロフィールを設定しました、とりあえずなんかね、やってますけども発信してないって本当に多いので、これ継続的にです。もう SNS 投稿ね、こうやって SNS マーケティングでも本当に筋トレと同じですので、日々にちゃんと発信していくことで、より多くの方にね、言葉がね、強くなったりとか、本当思いを届けれるようになってきますので、本当しっかりとね、地道にコツコツやっていくことがものすごく莫大な資産に今後ね数年後になってきますので、ぜひね、選んでいただければなというふうに思います。なのでそこをね押さえていただくというところで、次3つ目ですね。インパクトがある投稿ができているかと。これインスタグラムは得意なんですけど、自分のブランド、要は自分の世界観とか価値観をどんどん打ち出してください。これは特に今ストーリーズで、ね、もう約 60% 以上の人がもうストーリーズを見てますので、むしろ投稿よりもストーリーズで、要は動画で伝えていくことがめちゃくちゃ重要です。本当になのでね、もちろん投稿もできればですね、インスタグラムのストーリーズに関しても毎日ね使ってください。もうこれだけでもかなりね変わります。で自分のブランド、世界観とか考え方とか価値観とかね、そういったものをちゃんとね打ち出していくと。それこそ今だったらもう先週発表されましたけど、リールっていう新しいね本当に TikTok みたいな機能がもうついたわけですよ。インスタグラムもう本当に最強なんですけども、もうインスタグラムだけでいろんなことがねできますので、ぜひねそれで、使っていただいて、自分のブランドというものをどんどん構築していただければと思います。でインパクトのある投稿、例えば本当に目をね引いてしまうような、こうやっぱりインスタ映えをねしてるのはやっぱ強いですよ。強いなので、できる方はそれを使うと。
でもできない方もいらっしゃると思いますので、そういった方はですね、もうそれじゃなくても、逆に、見てもらいやすいように、ね、インスタ映えしてなくてもですね、ただ文字だけでしっかり目立たすことがね、できたりしますので、そういったところを活用していくということですね。で、その、やっぱタイトルが重要です。そのね、逆張りをするパターンであれば、やっぱタイトルであったりとか、思わず読みたくなるようなとかね、思わず横にこうスライドね、したくなるような投稿をしっかりやっていくというのはめちゃくちゃ重要ですので、そこをね、ぜひ押さえておいてください。そして4つ目ですね、これ、数字を記録できてないというか本当に多いです。数字を記録できてない。で、どんな数字をしっかり見ていけばいいのかということなんですけども、まずはやっぱりフォロワーさんの増加数であったりとか、じゃあフォローバックどれぐらいの人がしてくれたのかとか、プロフィールの、ね、どれぐらいね、見てもらえてるのかなとか、クリックがどれくらいなのかなとか、プロフィールに、ね、URL が置けるんですけども、それにどれくらいのクリックがあるのかなということで、あるんですけども、もう難しく考えずに大丈夫です。インスタグラムのね、インサイトというと全部見れますので、その日々の数字をちゃんとね、見ていくというところがめちゃくちゃ重要です。もうね、ダイエットがね、うまく成功する方とかで、やっぱちゃんと毎日ね、体重計に乗るっていう習慣ができてる方なんですよ。で、売り上げをね、ちゃんと作れる、利益を出せる経営者っていう方は、もうね、毎日やっぱ数字をね、ちゃんと見れてるんでね、売り上げとか利益っていうところ。これをできてない方がね、やっぱりなかなか成果が出づらいですので、そういったところを習慣づけていくということで、数字をちゃんと見ていくところですね。そこが4つ目です。そして最後5つ目ですけども、インフルエンサーさんを探せていないという方は本当に多いです。なぜインフルエンサーかというとですね、自分の興味のあるジャンルとか、自分のこう強いジャンルとかね、本当に好きなとか得意なジャンルがあると思うんですけども、そこのやっぱり興味属性が高い方とつながっていくことが、まあ簡単に言うと見込み客の方で、自分の商品サービスをお金を払ってでも解決したいとか、そういった悩みをね、解決したいとか、相談してもらいたいとか、それでね、一緒になんかやりたいってことになりますので、その見込み客の方といかにつながっていくかというのはめちゃくちゃ重要です。で、これを SNS とかインスタグラム側でね、探す方法っていうのがですね、一番、まあ、いっぱいねあるんですけど、これまた別の動画でちゃんとお話をねしていきたいと思いますので、これまたね、別の動画で撮っていきますけども、今日はですね、インフルエンサーを探す、要はもう人が常にもう集まっている、そのジャンルで集まっているところを探していくというのがポイントです。で、ここの中でですね、その中でコミュニケーションを取っていく、ちゃんと自分のことに気づいてもらうというのがポイントなんですけども、目安としてはですね、大体、まあ、アクションを起こしてですね、この偏方性の法則を使ってアクションを起こして、大体 2,30% が最低でも、きっとね、100人のうちの 2,30 人とか10人のうちの、ね、2,3 人というのが、こちらにフォローバックしてくれたりとか、何かアクションを起こしてくれるというのが最低限の目安なので、そこだけ押さえてください。で、ここに関してはですね、まあ具体的なポイント、テクニックをお伝えする、ね、531テクニックというのがあります。531テクニック、531テクニック、これ何かというとですね、何かそういったもう見込み客になりそうとか、この方とね、つながっていくとすごくね、長期的な関係が築けそうなと思った方はですね、もうピンポイントで狙い撃ちが、ね、やっぱり大事です。で、この時に使うのが531テクニックということで、これアメリカの本当にもうインフルエンサーと、僕がね、実際学んでる指導のね、めちゃくちゃすごい方がいらっしゃるんですけども、シャリン・ジョンソンでね、彼女も実際に使ってるテクニックで、本当に飲食店、それでジムとかトレーナーとか、本当に店舗であろうが人だろうが本当に、ね、成功するテクニックですね。それを、ね、押さえていただければ、531テクニック、それが何かというと、5つの、誰かの、ね、投稿に対してのいいねをしてあげると、で3つにコメントしてあげると、これだけで1つフォローバックが返ってくるテクニックがありますので、本当にこれを、ね、やるとめちゃくちゃ濃い、そういった、ね、関係性を築くことができますので、ぜひ試してみてください。ということで、今日駆け足だったんですけども、フォロワーが集まらない理由ベスト5ということでお伝えしてきました。ぜひ、ね、こちらを押さえていただいて、あなたのビジネスだったりとか、そういうことで人生の、ね、より良いこうなんですかね、加速につなげていただければなというふうに思います。ということで、具体的にね、またいろんなインスタグラムのところのお話をしてきたんですけども、また来週もどんどんシェアしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた See you next week. Thank you. Bye bye. iPhone YouTube のチャンネル登録を